ここで2023年セントラル野球連盟表彰式を行います。まずは106ビジョンにご注目ください。吉川勝也、株式会社中日ドラゴンズ代表取締役社長が代理いたします。さあ、それではこの後紅白戦を行いますので、ベンチが一塁側が投手チーム、三塁側が野手チームとなっております。野手チームの皆さんは三塁側のベンチにご移動いただきたいと思います。そして両チームの選手の皆さんはウォーミングアップをお願いします。